いろんな車でレッツゴー。見たことはないかな。博士、なんだこれ。まさか自分のカードがあるかどうかをご自身の手で確認されているのですか。あ、無邪気。どうしたジェノス、大丈夫か。誰だお前は。え、けど僕がジェノスという名前でサイボーグというところまでは理解したよ。お兄ちゃん、これ読んでいい。ああ、俺がてめえの弟子だ。ふざけんな。冗談は顔だけにしとけてめえ。これをこうすると面白いことが起きたような気がしてな。何。君めっちゃ可愛いね。どこ住み？時間ある？どう？これから。ちょっと用事を思い出したわ。どうだジェノス、なんか思い出したか。ごめんなさい。俺は何かとても大事なことを忘れている気がする。何かが来る。え、おーい、本当にすみませんでした。いや、いいって。別に俺って20秒くらいあれば書けそうな顔してんのか。元に戻ったみたいだな。はい、よかったです。おお、埼玉先生。おお、来たかジェノス。なぜそのような状況なのに人々は普通にしているのですか。お前なんか勘違いしてねえか。え、盛り上がってんな。エントリーはどなたでも可能です。なお優勝者にはなんと500万円の賞金が。行くぞジェノス、戦いの始まりだ。はい先生。さすがです埼玉先生。いや、俺別にゲームが強いわけじゃねえぞ。選べるようになっています。なるほど。500万円はもらったぜ先生。普通にやれば問題なく勝てるはずです。ワンパンで終わらせちまってよ。先生のパンチの威力まではゲームに反映されないということなのか。こういう怒りは怪人にぶつけるんだよ。なるほど。いや、言い方な。おお、こっちのプレイヤーすごいぞ。別のところも同時にやってんのか。きっと嫌なやつだぞ。総合力では竜の方が上のようですが。帰って飯にしようぜ。あ、始まりますよ。おっと、まずは竜が先手を取った。おっと、でもジジイがこんなゲームするわけねえよな。腰曲がってねえし。得て保証券。うはなんか楽しそうだなあいつら。どうしたんでしょうか。オオカミが突然止まってしまった。ちょっと待て。 KO。 あいつこっちに来いって言ってるよな。さあ決めといてね。優勝した俺にキスする順番を。あいつが。ケイ。なんで。どうぞこちらへ。素晴らしい指さばきでしたね。指で。参ったな。すまないが強すぎて。クソ寒いなこれ。筋肉があれば平気だ。死ぬ気で頑張れ。お、なんだ、お前らも遭難した口か。俺のリラックスタイムの邪魔だけはするなよ。俺たちは一番広い部屋を使わせてもらう。落ち着けよ金属バット。勝手に決めるからだろ。一体いつまで部屋割りを話し合っているんだ。なんと。お前はお前らの探してる怪人ってのはこいつだったのか。あら、こいつも飲め。こいつら必ず仕留めてやるぞ埼玉。帰れよ。接近反応。下から。人の話を聞け。なぜ貴様がここに。先生の過ごし方を観察し。正拳焼却法。ヘクシー。一体なんだ。怪人の仕業か。やろ、ぶっ飛ばしてやる。待って、あれ、もう生き返っちゃったの。ああ、なんかすまない。おそらくそいつが犯人だ。ちょっと待て、
俺はやってないぞ。もちろん今も逃げようと思えば簡単に逃げられるが、まだ埼玉への接触も。ってことはだ、まずは皆さんのアリバイだけど。埼玉先生のアリバイなら鉄壁だ。あんなことに。お前のスピードなら一度が限界だが。いや、そこ張り合っちゃう？地味に俺に不利な証言になってるし。そういうお前は何してたんだよ。当然寝てました。そういう些細なことをきっかけに捜査が進展するもんなんだ。きっと本当にどうしようもないぐらいの些細なことだったんだね。ちょっと着替えてくる。みんなも頭を冷やした方がいい。ああくそ、一体誰が怪人に操られてんだよ。ちょっと待て、殴る蹴るのみ。変身能力やマインドコントロールはない。アクション。大丈夫ですか先生。暖房をガンガンにつけて乾燥した空気の中、そして僕らが過重負荷をかけたためにブレーカーが落ちた。俺様は怪人ヒグマッド生物。なんだこいつ。お前ら俺の子を運命。ただもんじゃねえ。キング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 。土下座で痙攣し始めたぞ。セーブさん半歩。俺に構わないでくれないか。すいませんでした。解散だ解散。あの男は埼玉先生を差し置いて最強の称号を手にしています。キングの実力を見る良い機会かもしれません。様子を見ましょう。貴様を殺しに来たと言っている。こいつロボットか。組織って何の話だ。強そうな怪人だな先生。あれはロボットです。果たしてキングはあれを相手にどう戦うのか。怖え怖えよ。俺は強くなんてない。やべえ、ヒーローやめたい。ごめん。ジェノス、手貸そうか。いえ。そうか、んじゃ負けんなよ。なんとか無事に帰れたけど、ゲームでもやって忘れよう。お兄ちゃん、名前を決めて。名前か。キングでいいんじゃね。ヒーロー名はちょっと。え？窓が開いてたもんで。ここ22階ですよ。この俺が S 級ヒーローと知ってのことなのか。名前を決めて。やめろ。なんだこのゲーム。間違えて買っちゃったよ。ドキドキシスターズって書いてある。なんだこいつ、 B 級のくせにズーズーしいし、タメ口だし。おいおいキング、お前ゲームめちゃくちゃうまいな。こいついつまでいるんだよ。なんでさっき逃げたんだ。今ジェノスが戦ってるんだけど、怪人にはもう興味なくなったのか。頼む、教えてくれ。こういう場合はどうする？最近は特についてない。あの時も、あの時も、あの時も。俺は喧嘩もしたことがないのに、俺は嘘の塊のような男。戦わないのか？俺は絶だ！その話マジかよ。強い評判も経歴も全部嘘だ。大丈夫か？見えるか。今日は大金星。あの、埼玉さんの手柄を俺がもらってたかもしれません。キング、このまま嘘を通すのか。強くなればいいんじゃね。たまにゲームやりに来るからよろしく。ああ。視界に入った怪人を普通に倒してるだけなんだけど。目撃者が先生の活躍を教会に報告している。俺のファンクラブはすでにあります。マジかよ。新パーツの性能テストにもなるしな。出てこい。やべ、間違えてキングのセーブデータに上書きしちゃったよ。よくねえよな。やべ、我々はセールスではない。お前よりランクが上のヒーローだ。態度でけえ、こいつ。こんにちは、埼玉です。よろしく。この業界はどこかの組に所属しないとこの先生き残れないわよ。ああ、そういうことか。俺に1位の座を取られるのが怖いの。ヒーローに上下関係なんてあってたまるか。
お前それじゃ生き残れねえぞ。吹雪、超能力か。その通りよ。あまり驚かないの、肉汗。